らい感じた。本当に10秒ぐらいしか見てない。うーん、きゅうり、やばい、めっちゃ美味しそう。おうちゃんみたいなのが、あ、しんちゃんしんちゃん、あ、やばい、めっちゃニンニクの匂いするわ。うん、ニンニクはバイバイしよう。引っ越して、おごたわりです。引っ越して、おごたわりです。こんばんは。美味しい。でもなんか、きゅうりはずっと言っとったよね、ここ今日から、うん、今日の朝から。きゅうり食べたいって朝は知らないけど、住んで住んでで、なんかそう買ったら、うわー美味しそう。よかった。マリオが落ちる時の音、ちょっと違う、それ野良猫の声違う。離婚して、お断りです。さくらさんのママなのここ。え、ゲビタクマちゃん、ありがとうございますあ初めて知ったんだけど。アイスクリーム、ソフトクリーム、なんか皆さんいっぱいありがとうございます。え、さくらさんポストに書いてたの。嘘、見ないんだけど。結婚して、お断りです。見ときます。ん？美味しい。昨日の声、こちらこそありがとう。頑張るんです。めっちゃ嬉しかった。ありがとう。昨日もハンバーグ食べたんじゃないの？はい、昨日もハンバーグ弁当でした。ほかちゃん、今日もさらちゃんのことお世話してくれた。いいえ、いいえ、してる側だよ。されてません。してる側だよ。誰にもお世話されてません。うん、やさあたん、何やった、もっと言ってもっと言って、やさあたんエピソード。あ、エピソード、うん、なんだろうな、なんかあったっけ。あんまり思い浮かばないです。ありがとう。あんまり思い浮かばない。やばい、このハンバーグ弁当めっちゃ美味しい。よかったね。なんか結局さ、自分で作ったハンバーグが美味しいってなるじゃん、うん、なるよ。これ違う、キュウリですえ、ほまきじゃないよ。何これ、めっちゃ美味しい。ハンバーグ弁当にハズレはありますよ。うん、あるよね。あだ名つけて、やさあたんだって。あ、くのこちゃん、うん、うんうんうん、もう考えたのはココちゃんだけど。そうだっけ。うん、お、くのこ、くのこちゃん言ってた。どうもありがとう。めっちゃ美味しい。それ何味？デミグラス。ソース。デミグラス。ノイ。クノッキーじゃないんだけど。そういう BGM あるよね。どういう？ノイ。今二人です。さっきまでココちゃんもいたんですけど。うん。
食べるの疲れた。食事なのでちょっと15分ぐらいね終わりたいと思います。ハンバーグアイドル目指してます。何それ。まず最初はハンバーグ師匠との対談、今は口の中が食べたかったよ。動物の森、今は口の中が食べたかったかよ。何もう一回、今は口の中に飲めないとって食べなかったらこれは無視してない。その中に物を入れただけで無視してないよ。なあ、なるほどね。ハンバーグしようとハンバーグ作るみたいな企画をしたい。楽しみ。こんばんは。仲良くないよ。年末ってありがとうございます。急に、お腹すいた。え、結婚しておこたりです。昨日もありがとう。こちらこそありがとう。あのね、お見送りでね、ね、言ってくれるのはめっちゃありがたい。何？自己紹介なあ。ハートありがとうございます。それにもありがとう、少しだけ振りましただって、サッパン推しの人が。え、ありがとう。それはどうなの。あ、それはどうなの。Thank you so much。 結婚して、え、どこにいました。下手のめっちゃ端っこ、もしかして違うか、ごめんなさい。違うかな。え、なんかもうやばい、これめっちゃ美味しい。よかったね。何そんな嫌そうなの。え、いや、嬉しそうだよ。3ヶ月ぶりの、どうでしたか。あ、上手のめっちゃ端っこ、逆、真逆だったわ。だから下手のめっちゃ端っこにもね、なんか途中、多分ここかなって。あ、え、待って、ちょっと待って、記憶を呼び起こしたい。え、待って、たぶんソースじゃなくてハンバーグ自体が美味しい。いい音ね。よし。え、昨日ね、でもね、下手の最善の人がね、上根さんのサイリウム振ってたんだけど、あれ、ココアのサイリウム振ってる人最善いたっけと思ったらね、途中だけ振ってくれてた。え、おばあちゃんが君さんの写真もらって喜んでたよ。面白、振ったら似合ってされたんだって、ココハに。ありがとうございます。こんばんは。こんばんわんこ。ありがとう、持ってくれて。うん、嬉しい。なんか今日お箸がうまく使えない。なんでだろう。フォークに変えよう。
なんかうまくいったね。うん、そういう日もあるよ。なんかさ、見て、透明。え？見せて。つけすぎて、もうあれかな。結果して、そう、あ、ボタンありです。酸っぱい？うん、あんまりやつしない。え？でもさら、薄味の方が好き。どこ派も。イエーイ。エビ。ペンライト振ってくださいね。圧をかけられてたの。こんばんは。サラがさ、箸使えないって言ったじゃん、今。そしてさ、腕の疲労かなって心配してくれる。優しい。そういうのがね、一番嬉しいよね。全工程。うん。うちはね、めっちゃ嬉しかった。嬉しすぎた。DMM 抜かれてた？ねえ、第6巻見ましたか、村さん。何、どうしたの？マーイハウス。でも、時のサラの顔。あ、見た？見てない。なんか、あんまりにも素で。ソグハが喋ってたら、聞こえてなかった、聞こえてなかったってこと？うん、聞こえなくて、えって聞き返したかもね。めっちゃアホっぽかった。ん？笑い方。うちは作ってくれるの？ありがとう。あ、あ、ほんとだよ、サータンは。え？な、何のか。うん。え、アイコン見た。上手。よくない？嬉しい、ありがとう。なんで必ず温めてなんだろう。なんか、中に肉汁とか溜めてんじゃん。ああ、温めないと美味しくないとか。じゃあ別に必ずではないじゃん。だから油の塊があるんじゃない。食べたら美味しくないよ。うん。アイコン。何それ。100回。うん、うん、今日何日？19。うん、だからまだ出てない。もうすぐ出ると多分219だから225とかじゃない。223かも。うん、休んだことある？うん、でも一緒に休んでる人。うん、2回ぐらい。うん、なんでコンパちゃんってさ、そんなに元気なの？わかんない、風邪しかないんだよね、うん、すごいよね。224。何？ミオさん、今日レッスン場行ったみたいだけど、会いました。会いました。羨ましい。ココアちゃんがなんで風邪をひかないのか。気持ちかな。うん、そこから違うんだ。うん、
なんか定期的にさ、なんか来る時ある、風が。体調は普通に、常には、常に悪そうだけど、うん、割と悪いけどなんか、なんだろう頑張れる、別に。すごそんな、やばいほどでもないってこと、うん、あ、じゃああれかも、いつもサラいつも元気だから来ると急に来るのかもね、ずっとこれが普通だとしたらずっとヤギみたい。誰が言ったの、誰が言ったヤギみたいな、誰が言ったサラだよどうもありがとうございます。リボンだったから終わろうと、リップもつけてないからそんな長時間やりたくないんだめんごめんごキュウリ会入会は次会った時に言います。バイバーイ。どういうこと、みゆちゃんのママはヤギらしいよ、ちょっとよくわからんけど、バイビー。